まだズドーンと上がることありますからね、わかんないですね、バイナルオプションの場合はね。私の場合、このインジケーターはね、FX で通用しますから、まあ1時間、1分足で、か5分足で分析させてるんですけれども、これをね、4時間足なんかで、ね、分析できるんで、FX でできるんですね。バイナリーオプションだけ稼ぐと能力者なんで、世界中のバイナリーオプションを閉鎖されるんです。だから、何でも稼げるようにしないといけないですね。医者の免許持ってませんけども、医者の名医よりかやっぱり学持ってますし、電子工学の博士としても、博士の名医博士の先生というか、もっと上ですね。Incoming mail. あ、今度上ということを聞かせるんだ。Incoming mail. 今度上に買ってくれというのは聞き手ですけども、ちょっとま、ダブったときはね、やめましょう。Incoming mail. まあ、これ要求なんですね。Incoming mail. 予期知らせなんですね。シグナル出すかもしれませんよということなんですね、これね。Incoming mail. 次出ても、今度上なんだけども、このね、ユーロ GBP 打ちません。Incoming mail. ちょっと待ちますね。EURGPP 上に買う。ね、ERGPP 来たんですけども、これは打つかどうか、ちょっと今こっちやってるんで打ちません。ね。EURGPP 上に買う。そういう時なんだけど、ね。EURGPP 上に買う。こう来てるんですけどね。今回は見ときます。行くことしてダブルでね、ちょっときついんでね。EURGPP 上に買う。EURGPP 上に買う。これを勝ちましたね。はい、勝ちました。だから本当だったら、こう、ね、打ってもいいんですよね。これね、ERGPP ね。これどうするかな。もうちょっと下がったら打とうかと思いますけどね。次、打てるチャンスが出てきたかもしれない。これちょっと様子伺いましょう。ちょっと待って、まだ打つかどうかわかんないんで。どうかな。見てるんです。今度上なんですね、倍なんですね。これ外したかな。状況を見て打ちますわ。
どうすかですね。これ打つかです。シグナル来てるんですけど、ダブっちゃったからね。打つかどうかですね。持ち合いてるんで、ちょっと今回チェックできないですね。持ち合いてるんですよ。ちょっとこれ持ち合いてるんでね、ちょっとチェックできないんですよ。持ち合いてるんですね。上がっていくみたいですね。これも勝ったみたいです。見てばね。うん、しょうがないですね。あ、ということで、ちょっと。